いつ事故が起きてもおかしくない。先月開業した新潟駅のバスターミナルが今そのような状況にあります。事故を防ぐためには利用者のモラルも求められていますが、一体何が起こっているのでしょうか。昨日グランドオープンした JR 新潟駅の駅ビル、心新潟。多くの人が新潟駅や駅ビルに訪れることが期待されていますが、今問題が指摘されているのは、危ない、バスとぶつかりそうになってます。あわや事故が起きるところでした。問題となっているのは、心新潟ともつながる新潟駅のバスターミナルです。先月31日に開業し、駅の下をバスや人が通れるようになり、これまで分断されていた駅の南北が地上でつながりました。万代口から南口まで行くっていうのがとても楽になって、自分はまあ結構変わったなとは思って。駅を通り抜ける人にとっては便利になった一方で、バスの利用者からは不便さを訴える声も聞かれます。こちらから向こう側に渡るのに面倒くさいよねって、いちいち上がらなきゃダメだし、横断歩道なら回っていかなきゃダメだし。その原因となっているのが、一直線に伸びるバス専用道路です。新潟駅バスターミナルは2列に並ぶように乗り場が設置されていますが、真ん中の道路はバス専用。歩行者は横断することが禁止されていて、反対側に行くには両端にある横断歩道か一度2階に上がる必要があるのです。ここ横切られないからでも見てたんで、じゃあ番号覚えていこうかなと思って、歩くのもね、年いくとね、10歩歩くも5歩歩くも難儀でやっぱなるべく歩かない方がいいけど、そういうわけにいけませんもんね。実際にはどれくらい歩く必要があるのでしょうか。今バスターミナルの真ん中あたりにいます。地図でいうとこの現在地の位置です。ここから反対側の5番乗り場に向かうまでどれくらいの時間がかかるのか、実際に歩いて計測してみたいと思います。直線では20メートルほどの距離も、ぐるっと回り道をすると数百メートルの距離に。横断歩道で反対側に渡ると信号を渡らずに渡れたとしても、はい、ではストップします。はい、2分46秒かかりました。また距離的には短い階段を使った場合も1分30秒ほどかかりました。1分32秒です。こうした状況に中原市長は、この設計計画をしている中で、ここをどうするかということも議論してきたものというふうに思います。この横断歩道の設置ということは困難であるというふうに結論付けられました。市民の皆さんからはご理解をいただきたいというふうに思っております。現時点でハード面の対策はないといいます。ただ横断してしまう人を見てみると、パンフレットを持つなど観光客の姿が目立ちます。リニューアルしてからだからちょっと分かりづらいですね。でバス乗るときはどこから乗るの？向こうですか？バス乗るとき、ここ階段とか、あと横断歩道とかがあるんですけど、そこから降りてこいという。そうなんですよ。バスも結構通るじゃないですか、はい、ちょっと危ないなみたいなは思ってます。都内に比べれば全然なんてことないです。いいの渡っちゃってるんだよ。こちらは新潟市では観光客など慣れていない人が横断してしまう傾向にあると分析していて、横断歩道や階段に誘導する案内を増やす対策を考えているということです。
開業から間もなく1ヶ月。これまで事故は起きていませんが、1日およそ2500台のバスが発着しています。これからも事故を防ぐために歩行者のモラルも求められているのかもしれません。やっぱり目の前に見えていると渡りたくなるという衝動は分かりますけれども、安全には変えられないですよね。そうですね。 JR 新潟駅、今どんどん新しくなって人も集まっていますから、改めて利用者の意識変えていかなければいけませんね。そうですね。